に真中が一緒に落ちちゃって、ドブの中に落ちてたの。そしたらそのたまたま近くにいた4人の集団がドブのこの蓋のところを開けてくれて、めっちゃ重いじゃん、バーって開けてくれて、ドブの中から拾ってくれました。優しい そうなんです、めっちゃ優しくないですか、あれめっちゃ重いよね。めっちゃ優しいなって思って、日本って優しい人だなって思いました。するのはダメだって思って、自分で撮りますって言って めっちゃ汚いとこに手突っ込んだんですけど、そしたらね、ネイルがね、ここがねちょっと黒くなっちゃったの。でも頑張ってさっき洗ったらちょっとマシになって、遠くからじゃ見えないかな、見えないや、ショールームだと分かんない。ちょっとね、爪と爪の間が今真っ黒黒けなんです せっかくのネイルが。まだそんな世界が残ってました。嬉しい、お礼せんと、めっちゃお礼しました。優しい、もう諦めようって思ってたら、ザキポンのショールームに今こそ寝て、そうなの？今さん優しい世界でした。大人なのよね、そう。でもなんかね、すごいカメラマンさんめっちゃ優しい。私が最近載せてる写真って全部カメラマンさんが撮ってくれたんですけど、すごい優しいカメラマンさんで、なんかメンバーからはなんか丸々ちゃんって呼ばれてるの。丸々ちゃんって呼ばれてるんですけど、丸々ちゃんがなんかね、パスケースを卒業のお祝いでプレゼントしてくれたから、それ使います 丸々ちゃん、画像保存してくれてありがとう。あー、画像作ってくれてありがとう。あれみんな知ってるの？なりちゃんです、なりちゃん。なりちゃんがね、パスケースくれた。あれかな、モバジーみたいな感じでみんな知ってる感じですか？東京来たらスイカだって。でもマーカーも使えるよね。あ、でもあれか、変わるんか、変わるか。オフィシャルカメラマンさん、そうです。褒めながら写真撮ると、そう、いいねいいねって言いながら撮ってくれる優しい人なんですけど、スイカね、よく握手会で写真撮ってる人。ああ、それはもまじいかな。いや、なりちゃんもか。いっぱいいます、カメラマンさん。みんないい人です。自分はモバイルスイカにしてるだって。なんかスマホ？それいいよね。そしたら落とす心配もなく。じゃない？あんにょん、あんにょん。モバイルスイカめっちゃいいじゃん。おしゃれおしゃれ。かわいい。ありがとうございます。嬉しい。ツイッターの中の人、ツイッターの中の人、あれ誰がつぶやいてんだろうね、私もすごい気になる 電池切れて扱えない、確かに。でも電池切れてあれかな、乗る、電池切れて電車乗ることなんかないもんね。たまに切れるけど、最近、そもそも最近あんまり電車乗らない。本当ですか？私はあれで乗りますね。通学で絶対乗る。新幹線こっちゃんはグリーン車に乗るんだっけ？だって乗らないです。いま だに券売機で切符買ってます。だって。券売機で切符買う人意外に多いよね。私も友達とか結構券売機で買ってるよ。
なんか自転車通学の子とか、テレワークで通勤しなくなった。あーテレワークね、おしゃんおしゃん確かに電車あんま乗らなかった。本当ですか？こっちは免許取らないの？夏取ります。夏に取ろうかなと思って。あのね、春は取らないです。なんか名古屋の友達と最後にいっぱい遊びたいなと思って、今もう2月の予定もうぎっしり、もうバッチバチ毎日入れてる。毎日はちょっと嘘ついた、ごめんなさい毎日は嘘でした。名古屋のこと忘れない、忘れないよ。多分すごい帰りたくなりそう。どうなんだろうな、わからぬ、わからん、わからん。公式の卒業は明日。そう明日なの。こっちゃんよく落とすからモバイルスイカいいと思う。え、そうするね。てかそうじゃないと無理だ。もうスマホなんかなくさないものをスマホぐらいしかない。他全部なくしちゃう。名古屋弁抜けちゃうの？抜けないと思う。だってバリバリ名古屋弁だもん私。なんとかしやーとかめっちゃ言う。あっという間になれるよ。だってなれるかな。いつでも劇場に帰ってきてください。見に行きたいな普通に。なんか先輩の卒業公演とか見に行きたい。行けるようになったら。周りの子にこっちゃんの写真見せたら18歳ってことにびっくりしました。嬉しい。どっちの意味だろう。どっちだ。標準語だと思ってたのが意外と方言だったりね。放課とかさ、机つるとか、なんだろう、なんか名古屋ってあるかな。アップルウォッチでもスイカ使える。本当にアップルウォッチ持ってるよ。あとなんか昨日ファミマ？ファミマ？どっちだろう。ファミマ、ファミマ、ファミマ、なんか変って言われた。社交も名古屋、社交も名古屋で行くと思う。夏帰ってきて夏休み帰ってくるから名古屋に。わかんないけどね、帰れたら帰るし、帰れなかったら東京でゆっちと行こうかな。ファミマ、ファミマ、なんか違うって言われた。どっちで言ってたんだっけ。自分がどっち言ってるか分かんなくなっちゃった。ファミマ、ファミマ、ファミマって言ってたらファミマだよって言われたか、ファミマって言ってたらファミマだよって言われたか、どっちかです。ファミマ、あ、社交が名古屋弁ってこと。あー言ってたね、みんな教養所みたいな。教養所だっけ、なんだっけ、教宿所、教なんとか所、教宿所、マクド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 、わかんない。教習所、こんばんは。めっちゃみんな教習所送ってくれる、ありがとう。教習所です。関西の人はマクドと一緒。マクド、マック、マックって言うや。私マックっていう、マックあるよとか言う。マクドって言わないです。セブン入れでも通じる。セブン入れ、セブンは通じないの。セブン入れ、東京マックが多数派。じゃあマックでいいか。遊びに来たよ、ありがとう。ユニバ、 USJ、 ユニバです。ユニバ派。ディズニー、ディズニーはディズニーしかみんな言わないか。他の訳仕方ないもんね。
マクナルだって、新しいマクナル。明日ユキさん、そうだユキさんたちと明日8時からね人生ゲームすることにした。朝の起きれるかな、怖い。こっちゃん東京に染まるんや。ねえ、染まってくる、染まってくる染まってこよう。東京に染まるってでもどういうこと普通にどういうこと。こんばんは、こんばんは。東京に染まるって何、どういうことですか5時からじゃなくてよかったね。スタバでバイトする、え、絶対なんか今日のサリナさんの話聞いて、あ、絶対無理って思った。おしゃれになるとか、え、いいことじゃん。マクドナルドカフェもありますよね。マックカフェみたいなね、あるある。言葉は周りの子に影響されると思う。え、めっちゃわかる。なんかさ、ドラフト会議ってさ、すごい地方からもたくさんいるからさ、私大阪の子とすごい仲良くて、そうそうそう、そしたらあのななみちゃんって言うんですけど、 NNB の子なんだけど、今もうね卒業しちゃったんだけど、すごい仲良くて、なんか名札とかつけてたんだけど、なんかいつもお揃いの絵みたいな描いてたの、2人で。でなんかくっつけたらお揃いになるみたいな、なんか流行っててそうそうそう、よくそれをななみちゃんってやってたんだけど、ななみちゃんって大阪の子だから、すごい大阪弁でめっちゃ映るの。そうそう、めっちゃ映る。でなんかずっと大阪弁になってた合宿中。体が偉い。偉いは言わないな私。鍵を買うって何？名古屋飯食べられなくなるね。ね、うなぎとか？でもうなぎって静岡なんでしょ？私名古屋、なんか勝手になんか名古屋で名物ひつまぶしだと思ってたんだけど、なんかこの前友達に静岡だよって言われた。方言は映されるタイプと映すタイプがいるんだって。いや大阪弁マジで映る。超満員電車乗ったことある？え、あるよ。っていうかなんなら、でも最近ないですよね、本当にもうぎゅうぎゅうみたいなの。なんか前、コロナの前はめっちゃ朝ぎゅうぎゅうだったけど、今はテレワークとかなのかな、お仕事の人あんま見かけなかったり、私の学校も時短になったりとかたまにするから、そうなると全然満員じゃなくなったけど、前まではやばかった。ひつまぶしは名古屋なんだ。うなぎが静岡なの？ひつまぶしは浅草に美味しいお店があります。え、みんなお店教えてよ、すごい楽しみ。お店教えてください。どっか、うなぎは浜松だから名古屋も近いよ。かけて味噌ほとんど売ってない。かけて味噌ほとんど私食べたことないなんか自分たちの名物って食べないですよね、結局あんま食べなくないですか。だってひつまぶしもそんな食べないし、味噌カツとかもそんな食べないかもかな。コメダ東京にもあるでしょ。あとは味噌煮込みうどんとかも食べないし、おでんはからし、あとは手羽先もそんな食べないかも。
そう、地元ってあんま食べなくない？どうなんだろう。コンビニの冷やし中華にマヨネーズついてない、それやめっちゃやだそれめっちゃやなんだけどな。モーニング、モーニング、あ、名古屋モーニングってよく聞く。この前小倉トースト食べた、コメダで。なんか小倉トーストって美味しいんですね。私初めて食べたんだけど、なんか今までコメダのモーニングいつもなんか卵ペーストにしてたのなんだけど、なんかその日に、その日なんか卵が嫌いなことをモーニング言って、なんか卵嫌いって言ってる子の前で卵食べるのなーって思って小倉にしてみたの。そしたらめっちゃ美味しかった。美味しいって思って。美味しくない？感動したんだけど。シロノワール食べたことある？あるよ。なんかもうすぐさ、ゴディバのシロノワール始まるの知ってる？めっちゃ楽しみ、ゴディバ。なんか去年ね、菅原とすっごい食べたくて、なんかレッスン終わりにコメダめっちゃ回ったの。だけどあれってすぐなくなっちゃうみたいで、なんか結局食べれなくて、なんかどっかのデニーズかな、デニーズとか行って、なんかめっちゃ大きいイチゴのパフェを2人で食べたんですけど、2人じゃない、ゆっちもいたわ、3人で食べたんですけど、そうだから今年またそれやるみたいで楽しみです。みんなもよかったらゴディバのシロノワール食べてね。めっちゃ楽しみ、超楽しみ。あれってさ、値段高いんかな、どうなんだろう。ゴディバの城のワールドよ、やばくない？絶対美味しい。イヤリングに合ってる、ありがとう。蝶々です。なんか最近すごい蝶々のプレゼントが多くて、蝶々すごい増えた、嬉しい。あれかな、かなおちゃんが好きって言ったからかな、わかんないけど蝶々が増えました、ありがたいことに。そういえば最近ベレー帽とかを全然被らなくなったなって、急だけど。なんか今日菅原といたんですけど、菅原とあゆかと会ったんだけど、なんか菅原がベレー帽をなんか被ってて、被ってたっていうか被ってなんかすごい可愛かった。ちょうちょ、名古屋こしあんが多い、こしあんの方が美味しい。ベレー帽ないの？ベレー帽あるよ、あるけど全然かぶらなくなった。去年の今頃はめっちゃかぶってた。もうね、かぶらなくなった。なんかショートが、ショートに似合わないベレー帽って。ショートにベレー帽が最高。味仙の台湾ラーメン食べられなくなるね、確かに。なんか汁なし担々麺好き、味仙の。めっちゃ美味しくない？味仙かな、鮮華かな、味仙か。汁なし担々麺、ショートの時は帽子かぶってた。そう、ショートの時は帽子めっちゃかぶってた。汁なし担々麺、東京駅にもあるって。だって、あ、本当に？やった、楽しみ。店、小袋めっちゃ好き。上京前最後に何を食べますか？なんだろう、ママのご飯じゃない、でも言うてだと思うな。もう食べれなく、もう食べれなくなるっていうかね、食べれなくなっちゃうからママのご飯な気がする。多分あれ食べると思う、なんかピーマンの中にチーズ入れて、肉、お肉が巻いてあるやつが好き。リアル、リアル、確かにリアル。
あ、でもどうなんだろう、新幹線のこととか考えて、もし新幹線とかで行くなら最後のご飯は駅とかで食べるのかな。でも引っ越しってどうなんだろう。なんかね、ゆっちの時は家族みんなで、まあコロナってのもあったけど車で行ったわ、そういえば。でもなんか運ぶものたくさんじゃん、だから車で行きました。でも車で行きそう、どうなんだろう。ピーマンの肉詰めではないです。ピーマンにの肉巻き、中に肉詰めっていうかチーズが詰まってて、中にチーズ、ピーマンの中にチーズで、その豚肉で巻いてある肉巻きですね。巻きです、巻き。タグもあるから車、確かに車だ。東京で家具買うのありね。東京のイケア行きたい。なんか寂しいな、普通に寂しい、やばいですもん。まあ、まだ2月と3月あるけどさ、めっちゃ寂しい。原宿にイケアあるよ、行ったことあるかも。めっちゃ大きくない？イケア。でも長くてのイケアもめっちゃ大きいか。コストコもあるからよかったね。会員なんなきゃ、会員、会員なろ、コストコ会員。長くてないけど大きいよね。何回か行ったよ、ゆっちの家具買いに。ちょうど去年の今頃なのかな。今日おたなかまどこっちゃん卒コンアーカイブ鑑賞しましたって。ありがとうございます。車で送ってもらったら別れがつらそう。え、マジでゆっちなんかもうパーってパーパーパーって言ってたよ。ゆっちめっちゃ一瞬で行ったよ、バイバイみたいな、寂しいみたいな。なかった、そういえば今思い出すと。頑張ってください、頑張ります。あっさりしてましたね。まあ確かに今すぐね。あ、でも今はもう行っちゃうと戻ってこれないよね。一回行っちゃうとなかなか。ショールームで寂しいってずっと言ってた。あ、本当に？じゃあ寂しかったんかな、実は。会えなくなるわけじゃないし、確かに。そうですね。名古屋の一番好きなところ、名古屋の一番好きなとこはなんだろうな。一番って聞かれるとめっちゃむずいけど、名古屋の一番好きなところ、場所ですか。ところってところ。場所はね、私栄やっぱ好きだな。なんかもう全部栄じゃない。なんか名駅もまあ行くけど、私あんま行かなくて、ほんと栄、遊ぶのも栄。あ、でも大須も好き。なんかいろいろあるよね、大須好きだよ。でも遊ぶのほぼ栄かな、栄にしか行ってない気がする。絶対もうパルコ松坂屋、オアシス、なんかいつもそう、オアシスでプリ取ってパルコ行って松坂屋行って、なんかたまに栄スカイルみたいなビル行って、 GU 行ってご飯食べてみたいな。名駅はほんと映画行くぐらいかな。名駅なんか栄便利ですよね。栄めっちゃ便利便利。栄って東京で言うところのどこ、どこなんだろう。
境はね、なんか勝手な予想なんだけど、免疫がちょっと大人みたいな、私からしたらちょっと大人なんですよ免疫は。で境はなんか大人じゃなくてもいけるところみたいな、ちょっと免疫行くと緊張しちゃうパッセは興味なし。パッセはあんま行かないかも。パッセ行かない。境ばっかだな。免疫は新宿、境は原宿だって。え、そうなんだ。なんかそんな感じです。でも大須好きだよ、大須。でも栄がやっぱ一番、栄っていいですね、好きだし。さあ栄って かなー。でもね、もう大阪もあれよね、全然行かなくなるんかな。やばやばいやばい。こんばんは、こんばんは。でもな、楽しいな名古屋な。ホームシックなりそう。ホームシック、帰りたいって、長く帰りたいってなっちゃいそう。え、わかんないけどねなっちゃいそうだな私。大学卒業したら長に帰ってくる。え、全然わかんない。何も決まっておらんですなんでも決まってないですね。毎日電話してたり、ああ確かに。あれ持ってこ、みんなのアルバム持ってきますね。え、みんなのアルバム確認中？ファンの方は分かんないのか。劇場かな。ファンの方の手元にあります？なわけないか。確認中って言われた。メッセージ確認中？まだメセカ入ってない。ああそういうことかな。楽しみにしてます待ってますね。まだ、そうだから読めてないの。メセカ準備してる。ああなるほど、楽しみにしています。なんか思い出欲しいな。思い出でもあれあるわ、写真、みんながさくれた写真立てみたいなあるから、あれとかそういう思い出を持ってって思い出します思い出そう思い出そう。心理学ならマーケティングあるし。マーケティング、なんか心理学学びますって言ったら、インスタの質問みたいなやつやった時にめっちゃいろんな人から私の心のケアしてくださいってたくさん来てたしますよ、いつか。いつかしますね、心のケア。相談してできるようになるんかな、わからん。辛い時に見てください。あ、そうしよう、あれしよう。辛い時はみんなのコメントとかを 見に行きます。お願いします、任せてくださいえ、逆に、あ、そうだ、みんな何学部とかだと思ってました？
何学部だと思ってた最初決まった時。ああ。明後日から必要早いな。医学部、医学部やっぱ。英文、英語、英語嫌いなんよ。国際、ああ。教育系、教育系って先生ってこと？先生、マジ先生ね、めっちゃ何回も憧れてた。なんなら今もちょっとなりたいよ先生。だから心理学部はね、先生にも社会の先生にもなれるからそれもいいなって思って選んだ。なんかもし本当に先生になりたかった時になれるからいいなって思って。経営学部、あー経営もちょっと迷った。理数系、あーね、普通に文学部、うん、でも先生になるなら高校の先生がいいな。高校生がいい。娘の社会の点数がひどいので教えて。社会はもう暗記じゃない？社会は暗記かな。大変そう。高校の先生の理由はなんかやっぱ進学相談みたいな、進路決まるじゃん、そういうのとかのやつやりたい。進路相談されたいの？進路相談されたい。進路相談されたい、うん、進路相談されたくはないや、されたくはないっていうかされたくはないけど、そういうのサポートできる人になりたい。こんばんは、こんばんは。VTuber になりたいとかインスタグラマーになりたいって高校生なんてアドバイスするんだって。え、やっちゃえってなっちゃうそんな簡単に言っちゃダメか。え、分からんな、大変よね。夢叶えますように祈ってます、ありがとう。生徒にアイドルになりたいって相談されたらどうするんだって。オーディションめっちゃ教える。先生って仕事いいよね、ずっと生徒の心の声から。そうなんですよ、それなのよ、わかる。なんか先生っていいですよね。私が多分いい先生に恵まれ続けたからだと思うけど、なんか小学校の先生も大好きだったし、中学の先生もめっちゃ優しかったし、大学じゃない、高校の先生もすごいいい人に恵まれてっていうね。こっちはウーバーイーツも学校で頼んだりしてるから。頼んでないです。頼んでないよ、ウーバーイーツ頼みたいけどそんなことしてないそんなことしてないよ。教師は大変ね、大変そう。頼んでることになって、頼んでないです。頼みそう、やめてよ、頼まないよ、頼んでない、頼んでない。
Uber Eats。 こちゃん保健室の先生っぽい。あり。でも保健室の先生ってさ、あれよね、治療もできなきゃいけないんでしょ。私なんか変な薬とか塗っちゃいそうで怖いからやめとくわそうなんです。ウーバーイーツね、したかったな。お疲れ様です、お疲れ様です。こんばんは。そうですね、なんかあるかな、他に。なんかありますか？思い出話したいな、思い出話、過去の話。ちょっと最近さ、なんか先の話ばっかしてるから思い出に浸りたい、今そういう気分思い出に浸りたい気分なんで、ちょっとなんかみんな、じゃみんなの思い出聞かせてください。あの SK 以内の、それについて話します。思い出、思い出、思い出浸りたいん。部屋で花火は申しませんいやなんか今考えたら普通に危ない、危ないな。ドラフト会議、ドラフト会議か。でもドラフト会議の思い出はあれよね、あのミナルさんといっぱい話した。ドラフト会議はね、他話してないことあるかな、なんだろう。でもやっぱドラフト会議ってめっちゃ仲良くなった子とかが落ちちゃうからめっちゃ嫌だよねって話、すごい嫌だった。みんなで泣いてた。なんか今だから言えるけど、みんなでなんか愛理がずっと隣で呼ばれた時にみよーってめっちゃ泣いてて、めっちゃ仲良かったからやっぱさ愛知だったし、ほんとみよと私と愛理とあゆかとみよのお姉ちゃんで、多分名古屋組そこだけかな、そんぐらいしかいなかったから、本当に5人で座ってたの、新幹線とかさ。めっちゃ泣いてたから、もうそれそれですね。みんなでマックとか行ってた。なんかね、新幹線で帰ってきてそのままマックとか行って、そうそうそう、初めてイノセンス歌唱したこっちゃんが刺激的でした。イノセンスね、なんか全然歌えないって思ってたけど、意外と早く高校1年生だっけ、あれって何歳から歌えるんだっけ、15歳、 16?17?16 かな、15か、歌えるんですよ。もうか、亡くなっちゃったけど去年の春に楽しみにしてたことって何？亡くなっちゃったけど去年の春に楽しみにしてたこと？なんだろう？何ですか？何ですか？亡くなっちゃったけど去年の春に楽しみにしてたこと？亡くなっちゃったけど
年の春、2020年の春。あれですよ、行ったっけ、海外のお仕事が決まってたんですけどって話行ったっけ。そうなんですよ、湯浅さん、そう湯浅さん、湯浅さんがそうちょうどそうコメントにたくさんあるんですけど、まあそれですねそれです。それをすごい楽しみにしてたんだけどなくなっちゃって、すごい海外で活動してみたくて、ずっとめっちゃ活動したくて、なんか海外のファンの方とか増やしたいなって思ってたからすごい楽しみにしてて、交換留学ね、でもほんと3ヶ月とかちょっとだけっていう感じだったんだけど、ちょっと楽しみにしてたのがなくなっちゃったっていう。そうなんで、そっから そう、それをちょっと目標にがめっちゃ前から決まってて、本当に去年の春からだったけど、一昨年のもう夏ぐらいから決まってて、それを楽しみにしてたって部分もあったから、それを目標にっていうか、それに向けてなんかいっぱい準備してた部分もあったから、そっから将来考えるようになって大学も考えるようになってって感じですね。そうだったんです。そうちょっとね、コロちゃんが来ちゃったからなくなっちゃった。そう、なくなっちゃったの。状況が一気に変わりましたね、本当に。これちょっと待っててね。オッケー。でもなんか今思ったらなんかなんだろう、良かったなってことはないけど、やっぱり行ってみたかった気持ちもあるし、でも今は今ですごく幸せだから、まあどっちでも良かったなって思います。どっちでも今日多分楽しんでたなって思うから、まあ良かったですそれも人生、イエス。それも人生、それも人生。じゃあ次の、あとなんかな、それも人生。昇格した時の冬コンだって。ああ昇格はなんかなんだろうな、なんか自分が昇格しないなって思ってる時に昇格発表で来るんですよ。なんか今日昇格発表あるかなとかドキドキしてる時には来ないくせに、来ないくせにっていうか、なんか完全に忘れてる時になんかね来るの。そうコンサートの昇格発表って本当に何も考えてない時にいきなり来るの。何なんだろうねあれ。なんかやっぱり研究生の時ってさ、みんなでさ言うのね、今日昇格発表あるかなとか言ってて、なんか美浜とかで結構みんな言ってたんだけど、なんかそういう時はないのに、本当に全然なんか何もみんなに話題に上がってない時に来る感じファッションブランド CM 戦はなんだろうな、なんかマジ怖かったあれってさ、なんか CM 選抜の方がまあ怖い、どっちが怖いんだろう、なんか1位しかなれないっていうのってめっちゃ怖いよねって思いますね。1位だけってなるとめっちゃ怖い。でも CM 選抜もだいぶ怖いけどね。なんだろうな、なんか CM 選抜って最後らへんまで上にいても全然わかんないじゃん。最後のエクストラで急にバーって上がってくる人もいれば急にバーって下がっちゃう人もいるってことを知ってるから、あれ怖いよね。やめてほしいエクストラ怖い怖い。 100% 好きで何かありますか。でもなんかおうち取材楽しかった。家の中でなんか家がさ白い壁だから、すごい白い壁に白い床なんですよ私の家って。だからすごいなんか褒めてくれた。なんかすごく写真写りがいい家でめっちゃいいですねみたいな、めっちゃ褒めてくれた。そうなんです。なんか 100% の人が第2弾をやりたいってすごい言ってくれてて、前はお母さんだったから次おじいちゃんとかパパとかどうですかとかすごい言ってくれてて、
結局ね、なしになっちゃったけど、すごい嬉しかった、そうやって言ってくれるの。一番最初に親しくなった先輩メンバーは誰だろうな、なんかね、 K2 じゃないんですよ意外と。なんか初めて参加したイベントがなんかあれだったのよ、季節外れの文化祭で、 K2 が全員ツアーだったんですよね。ツアーだって、ツアーでなんか K2 が全員いなくて、私と愛理はもうなんか全然知らないチームにの学園に入るみたいな感じで、ちょっとなんか怖がってたのが、 K2 いないなみたいななってたんだけど、一番最初に親しくなったのが意外となるさん、まきこさんの2人ですね。なるさんとまきこさんがいいだったんだけど、すごい話しかけてくれて、そっからずっと 8.6 秒バズーカがその時すごい流行ってて、ずっとねやってた。違う、 8.6 秒バズーカじゃなくて本能寺の変だ。本能寺の変ってやつ知らない？本能寺の変ってやつ、それがめっちゃ流行ってて、ずっとまきこさんと踊ってた。めっちゃ覚えてます。そうそうそう、世に出なかったこっちゃねる動画は大食いとなんかユッチとひたすらチーズフォンデュ食べながら話してるやつと、ダンスのやつも何個か出てないな。なんかダンスは途中から著作権問題がちょっとなんかややこくなって出せなくなっちゃったんですけど、大食いのやつはそう大食いしました。でも結局出さなかったけど。明日の人生ゲームは何時から？明日の人生ゲームは8時からです。8時、朝の8時。こっちゃんねる動画は消えないですよね。え、どうなんだろう、多分消えないと思いますよ。ゆめちと仲良くなった理由は、ゆめちさんは受験の時にすごい相談を乗ってもらってて、なんか受験してたから、ゆめちさんもすごい受験についていろいろ LINE してたら答えてくれて、なんかね、そうそうそうって感じで仲良くなって、受験合格した時に合格しましたって報告して、そうって感じですね。相談で仲良くなった。こっちゃんは人生ゲームしたことある？あります。高校変えたんだっけ？高校ですか？高校はね、転校してない。中学が、あ、私の話かな。中学がね、転校しました。学業で頑張ってた人は参考になるのかな。確かに。あかねさんから連絡来ました。え、したチュリさんにありがとうございましたって連絡したら、そう、卒業公演終わった後に、まあ、先輩に連絡して、その直接挨拶ができなかったから、本当に今までありがとうございましたって連絡したら、みんなすごいなんか長文で返してくれて、もうまきこさんとかもスクロールしてもスクロールしてもみたいな、めちゃ長文で書いてくれて嬉しいなと思って。めっちゃいい人だらけ、全員ね、本当にすごいいい人。 A 先輩、 A 先輩です。嬉しい。うん、でなんかみんないろんな先輩たちがなんか何かできたかわからないけどみたいな、めっちゃ書いてくれたけど、めっちゃなんかもういろいろお世話になりましたってめっちゃ返しました。チュリさんの卒業コンサートあったら行く。なんか席用意してもらえるなら行きたい。席っていうかなんか招待行けるなら行きたい。か当てる当たるかな、当たんないだろうな。
あれあと5分だってだって、やばマジか、あと5分やばいやばいやばいです。思い出、語りきれないね。豊洲の思い出とは、だって豊洲の思い出はなんだろうな、名探偵やったよね、初披露、初じゃないっけ、名探偵披露して、なんかリアマイじゃなくてダダマシンガンかな、ダダマシンガンで研究生対 K2 みたいなやつやったのがすごい楽しかった。明日終わり、明日で終わり、やばいよね、明日で終わりです。明日で終わりなの、みんなラグーナの思い出か。ラグーナはね、誰にも言わないでできたの嬉しかった。あとグーの音とか、なんかラグーナ可愛い曲いっぱいやったな。完璧グーの音もやったし、なんだっけな、何やったっけ、グーの音てん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 、誰にも言わないで MV 売らないし、え、本当はなんだっけな、中国で撮影するつもりだったけど、なんか予定が、なんかその時ありがたいことに忙しくて予定が取れなくて日本で撮影になった。超中国行きたかったな、行ってみたかった。なんかでもさ、ガチだよね、なんかそういうさ、一人のためだけに中国とかを考えてくれる人ね、優しいですよね本当に。てっぺん取ったるての思い出、てっぺん取ったるてはでも一回しかできなかったな。ね、一回、二回か。二回、まあでも一個のイベントで、まあ二日間って感じで二回しか披露できなかった。でも初めてポジション見た時はもうなんか、はーってなって、めっちゃ喜んだ。中国行きたかったな。あと5分、語りきれん。ユッチと島アイドルの思い出は、でもなんかもっともっといろいろしたかったかも。でももう満足。普通に姉妹でこれからも仲良くします。でもなんかな、記録にも残したかったな。なんかあんまり公演の DVD と DVD っていうか公演の DMM とかはあるけど、なんか二人で出たコンサートとかの DVD とかあんま持ってないから、もっと記録に残したかったかも。あと1分半だって、やば、ありがとう。ちょっと明日も思い出話したいんで、もしあれあったらちょっと教えてください。明日もコメントで、明日は8時からの配信と13時からの配信と、夜の21時からの配信、じゃあ8時半からの配信です。もしかしたら菅原とコラボ配信が1個増えるかも。もしかしたらです。ありがとね。また明日。ありがとうございました。ピース。ありがとう。またね。バイバーイ。おやすみなさい。いい夢見てください。Good night。おやすみ。バイバーイ。じゃあね、じゃあね。またね。